か。はい、行きます。すごい。かわいい。かわいいですね。うちいつもね、このリーの、あのお花のカレンダーすごい楽しみで、白い壁にこうやってピョンってあるだけで、あの本当お花を生けたみたいな華やかな雰囲気になるから、ちょっとした模様替え気分ですよね。毎年あのめくるたびに、あ、毎月カレンダーめくるたびに、なんかちょっと模様替えしたような気分になれてすごくいいです。最近あの花器じゃなくて、あえてこういう透明のグラスとか、あとなんだろう、この8月のこれみたいにちょっとあの空き瓶とかにボンって入れたりして、物の力を借りてちょっと素敵に見えるようにあのやっているんですけど、一つお花が部屋にあるとないとじゃ本当に雰囲気が、空気が違うから、なるべく本当は欠かさないようにしたいなって、そういう生活したいなって心がけてます。最近あのよくやるのがドライフラワー、水をついつい変えるの忘れてダメにしちゃうとすごい悔しいじゃないですか。だったら最初から綺麗な状態でドライフラワーにして、いい感じになったら本棚のところにピョンって置いたりして楽しんでます。大掃除して1年のなんか汚れを取ろうと思うんですけど、もうちょこちょこ普段からやっとけよ自分って思うんですけど、なかなかほら、例えばカーテン洗ったりとかなかなかしないじゃないですか。それでも慌てて1年の垢落とすぞっていう感じで、あとは年末年始いつも旦那さんの実家に帰るんですけど、あのちょっと早めの30日か29日に帰って、みんなでこう煮物作ったりおせち料理の準備を始めるんですね。でね、大体ねお母さんがメインで作るんですけど、お姉さんがアシスタントで、私はそのアシスタント、もうAD の AD みたいな感じですお皿お皿みたいな楽しい。ありがとうございました。どうも。